マクドナルドのビッグアメリカ2マイアミバーガーですね。パッケージは、まあ、毎度凝ってますね。シルバーのパッケージです。それ、バンズがちょっと表面に、なんかゴマがついてるような感じですね。それ、中身、下はケチャップで、上の部分、タコスとサルサソースですね。まあ、マイアミがこのタコスのイメージがあるかどうかわからないんですけど、なんかテーマは、このタコスとハンバーガーの融合、そんな感じみたいですね。それ、ハンバーガーにはない、このタコスのカリカリ感、トルティーヤチップスのカリカリ感と、あとタコスのソース、サルサソースの、この辛さが、いいですね。ただ、ビッグアメリカ2になってから、なんかちょっと辛さを主張したようなハンバーガーになってますので、辛さが苦手な人ですね。そういう人にとっては、あんまし良くないかなと思いますね。